境を迎えた1回戦 D グループ。2フレから6連続ストライクの川崎がトップ。それを照らした浅田が追う展開で第8フレーム、すごいですね、山山さん。そうですね、たった1箇所スペアがあるかないかでこんなに差がスコア出ちゃうんですね。はい、そのあたり、いかにね、こう連続で続けられるかというのもありますが、はい、いい勝負してますよ ね、 はい、ね、さあ第8フレーム、どうか、ちょっと後ろに入った、ここでストライクが途切れました。ちょっとリリース甘かったですね。これを見た照らした何を思うか。ゲーム動きましたからね、はい、追いつくチャンス見えてきましたよね、浅田の第8フレームの1投目。第7フレームでストライクが来ています。来るか、来た、いや、ようやくこの笑顔からもね、やっとつんだというところでしょうかね、はい、今のレーンで最後の10フレームを投げますから、ぜひぜひ最後まで持ってきてほしいですよね。今の投球を続けてほしい浅田です。さあ、ここはスペアを取ってきました。さあ、これで丸山さん、スコア的にはどうですか。今川崎が7フレーで189ですよね、はい、次照らしたストライクを持ってきますと、ほぼ近づいて、数ピン差に近づいてきますよね。ただまだ川崎の方が上にいるというですかね、はい、ほど、はい、上回ってますね。ですからこの第9フレームは是が非でもストライクが続けたい。出ました。さあ、第9フレームの1投目、どうか、天秤が残りました。いやー、ストライク途切れましたね。逆に川崎はここでストライクが来ると寺下に対してかなりのプレッシャーを与えることになりますかね。そうですね。走れ、来た、いや、さすがですね、素晴らしいですね。ストライクを持ってきました。寺下がストライクが途切れたと見るや、今度は川崎ストライク。さあ、ここはもうミスは許されません。スペアを取りました。まあ、もちろん勝負もそうですが、ワイルドカードまずは一枠決まります。一番高いので224というスコアがあります。そのスコアを上回ればワイルドカードでの決定ということになりますからね。そうですね、はい、今はスペアストライク1個出せばもう照らした230台にきますからね、うん、なるほど、はい、まあ、かなりチャンスですね。本人も分かってるでしょうね、はい、さあ、佐田、ようやくダブルが来ました。惜しいですね。まあ、この勝負としては浅田はちょっとね、苦しくなりましたが、まあ、テレビの前にご覧になってるね、浅田ファンにとっては投げる姿が見れただけでもね、はい、まずは良かったことなんじゃないですかね、前回決勝で迎えたこのシリーズの初戦、スペア取ってきました。さあ、こうなると最終フレーム、勝負は寺下そして川崎の2人に絞られました。さあ、ここで寺下としては川崎にプレッシャーをかけたいところ。あーどっかーと、9番ピンが残りました。ついてないですね。9フレで216というスコア数字が出ましたから、ミスでも225いきますからね、はい、ワイルドカードは決定ということになりますかね、はい、さあ、川崎、ストライク。いや、川崎が、ね、一度ストライク途切れましたが、その後もしっかりとね、先ほどストライク途切れたレーンですからね、そこでアジャストしてきましたね。いい仕事してますね。はい、はい、スコアもかなりのハイスコアになるんじゃないですかね、はい、うまくすれば269まであります、はい、さあ、照らした、さあ、きっちりとマークしました。これで、まあ、ここまでで226ですから、
次の準決勝には進めそうですね。はい、川崎初戦から集中しています。ときた優勝を狙う川崎、まずはね、初戦いい形で進めてますね。はい、さあ一歩出ました、テンフレの3投目です。9本カウント、これで235でフィニッシュということになりました。うん、この表情は何を物語っているんでしょうか。そして川崎です、パンチアウトで締めるかどうか、最後はこう川崎も9本カウント、しかし268でフィニッシュということになりました。いや、見事なスコアですね。はい、素晴らしかったです。はい、この後の準決勝も非常に楽しみです。さあ、そして最後3人目浅田です。先ほどは攻略しました。そしてここも来た、最後は浅田スマイル。さあ、しかし準決勝進出、川崎優衣268での進出となります。そしてワイルドカード1枠目は寺下が235で決定ということになります。川崎が268のビッグゲームで準決勝進出、235の寺下が最初のワイルドカードを獲得した。ストライクが序盤やっぱ続けて持ってこれなかったので、ちょっとそこが痛かったですね。早く合わせられていれば、もう少しチャンスも少しは残されていたのかなと思うと、ちょっと悔しいですね。1回戦にワイルドカードがあってよかったと心から思いました。A プロがあれだけ打ってたんで、自分もあれぐらいついていけたらいいんですけど、やっぱり難しかったんで、その中で作ってもらえるカードがあるっていうのは本当にありがたいです。私らしいストライクをたくさん出せるように精一杯頑張ったので、はい、前回ね288点という点数が出たので、288を超えるために1フレで基本スペアだったので290しかないなと思って、一生懸命投げたらこの結果がついてきました。